い、どうも、りくみチャンネル戸田でございます。今回もですね、皆さんからいただいたご質問に一問一答でお答えをしていく質問箱のコーナーでございます。いつも皆さんね、質問をたくさんいただいてありがとうございます。スタッフがね、選ぶの楽しそうにというか、苦労しながらね、やらせていただいております。今日選んでいただいたご質問が、匿名希望の方から。はい、いつも指定をしております。ありがとうございます。リーダー経験を話すときに、いつも社会人から見たら大したことじゃないと受け取られているように感じますと。毎回その空気が辛いのですが、このまま話していいでしょうかと。それともリーダー経験は誰もがすごいと思うような経験以外話さない方がいいと思いますかと。ああ、そういうことね。というか面接感運が悪いんかもな。もうだってつまんないことはそれありますけど、面接してたらね、そのつまんない感出す面接感ってどうやねんっていうのは普通に思いますが、まあとはいえね、匿名希望さん向上心にあふれてらっしゃるから、じゃあチートお助けというかお手伝いできたらというふうに思います。まずね、いただいた質問のすごいと思うような経験しか話さん方がええか否かということについては、シンプルに別に何でもいいです。で、僕の過去の動画でちょっとスタッフどっかで概要欄とか貼ってくれたらいいんですけど、スターフレームの話してる時あるじゃないですか。要は面接で話すべきっていうか、面接で話すべきっていうよりは面接官っていうのは赤の他人なんですよ。赤の他人が聞いても、要は世代も違うし、皆さんとね、聞いてる歌とか生活環境も違うような人たちに、初めての人でも話が分かりやすく伝えるフレームのことを、お話ししているのがあるんで、ちょっとそれね、詳細ご一読いただきたいんだけども、そこで言ってるのは何ぞやっていうと、どういうシチュエーション、どういう状況で、どんなスターですか、 T ターゲット、目標があって、 A どんなアクションがあって、 R どんな結果があるんですか。この4セットなってると、一旦初めての話でも他人が聞いても分かりやすいですせというお話でございます。でね、今匿名希望さんからいただいたやつはR、リザルトのとこですよね。だからここがめちゃめちゃすごくないやつ以外は話しても意味ないんかというお話でございますが、動画の中でも言ってるんですけど、R ぶっちゃけ何でもいいです。っていうのは、面接で見られてるのって、皆さんの行動様式そのものです。だからオリンピックの金メダル取ったっていう事実、リザルトが大事なのではなくて、オリンピックの金メダルを取るという結果のために、どのような状況で、どんな目標で、どんなアクションを取ったのか。アクションのとこが一番大事です。ぶっちゃけこれが採点対象です。もちろんね、面接官ってぶっちゃけね、特殊なその面接の訓練を受けてる人ってほぼいませんから、印象値でリザルトがすごいから上がっちゃうこと、受かっちゃうことはあります。が、本当にちゃんと見れる人、最終面接とかね、なると、ピーポーマネジメントで長けてる方が出てくるんですけど、出てくると、リザルトごときには引っ張られませんで、アクションのどんな行動様式がちゃんと出てんの、特に今回だと、リーダーシップ、要は周囲に対して、能動的に、好影響を与えるという行動が、どんだけ取れてたかってことが採点対象になります。で、これはどの会社でも一緒です。なんで、リザルト関係ないよっていう話と、ただね、このリーダーシップっていう、じゃあ、ケイパビリティについてお話をさせていただくんですけど、これは何度も言うが、アクションの部分が一番大事なんだけども、どんなシチュエーションなのかっていうことによって、アクションの凄みというか、違いが出てくる類のケイパビリティです。要は、頭がいいかどうかって、極論シチュエーションはあまり関係なくて、頭がいい、行動が取れてたら頭がいいってわかるんですけど、リーダーシップって他人と関係する話じゃないですか。一人でなかなかするもんじゃないので、そうすると、どんなシチュエーションだったのかいうことによって、アクションの優位性っていうのが表現されてくるようなケイパビリティです。だから、あなたがちゃんと伝わってないってした時に仮説としてあるのは、そもそも A のところがしょっぱい。でもそもそもリーダーシップがいけてない。これは根本的なやつなんで、違う瞬間のことを考えたらいいと思います。二つ目の可能性は、めちゃくちゃちゃんと A やってんだけど、そのシチュエーションのところだったりがちゃんと伝わってないから、相手を立派な行動だってことを理解させることができなくて、で R もしょっぱいから、なんじゃこれつまんねっていうふうに聞こえてるのか、多分ね、その二通りのどっちかだと思います。でね、本当にじゃあシチュエーションってどれぐらい違うと、感じ方がどんだけ違うのか、ないしは行動様式の難易度がどんだけ違うのかってことを例で紹介したいんですけど、例えばあなたは世界一周旅行のリーダーでしたと、みんなでなんやらかんやらして世界一周旅行で無事ね、行くことができましたと、今コロナなんで難しいです。
で、リザルト楽しかったです、ないしは予算範囲に収まりましたみたいなことを言ったとするじゃないですか。で、これ A さんも B さんも言ってたと。要は今からね、シチュエーションによってどんだけアクション、要は世界一周したっていう、これ2人ともアクション自体一緒に聞こえてるんですけど、どう違うのか、インパクトの違いがシチュエーションによって出るのかって話を出すんですけど、シチュエーションで片っぽは5人組だったんですけども、全員大学生で普段から旅行サークルで仲良くしてる連中ですっていう A さんと、 B さんは5人組なんだけども、リーダーの私は日本の大学生で、他のメンバーは90歳のおばあちゃん、アフリカ人の方、ないしは4歳のチャイニーズの娘さんで、1人は40代のおっちゃん、僕みたいなね、で、もう1人は自分と同じような大学生の方でした。言うと、世界一周旅行でホニャホニャしたっていうアクションは A さんも B さんも一緒なんだけども、そのシチュエーションの複雑性が違うことによって、多分皆さんどっち評価しますかとか、もっとどっちの話聞きたくなりますかっていうと、後者、 B さんの方聞きたくなったと思うんです。で、僕が言った2つ目の可能性っていうのはまさにこの例でございまして、あなたが淡々と喋っていることがうまく相手にシチュエーションが伝わってないがゆえに、なんか普通の話やなとか、もうちょっと深掘りしたいなっていう気にならへんというようなリアクションを面接官に抱かせているのであれば、これは非常にもったいないことですから、今一度ね、僕があなたにお勧めしたいのは、自分のエピソードのそのシチュエーションだったり、要はね、本当にリーダーシップの発揮、要はコミュニケーションというか人との関わり合いの話なんで、もう本当ケースバイケースなんですよ。体育会のサッカー部って言ったって、慶応と早稲田って全然状況違うと思うし、はたまた違うね、ところだったらまた違うと思うんです。だからね、リーダーシップというのはいかにシチュエーションが理解してないとようわからん話かというのが、皆さんにも理解いただけたら嬉しいなというふうに思います。簡単にまとめると、まずリザルトが大事なのかっていうご質問に対しては、これはどの能力に関しても基本的には関係ありませんというか、さして重要ではございません。これがね、就活で一番皆さんが引っかかるあるあるですわ。だからもうほんま肝に銘じていただいていいです。リザルトが重要なんではなくて、アクションが重要ですとか、2つ目はリーダーシップっていう能力に関しては、シチュエーションの複雑性や開放性とその行動様式の難易度っていうのが直結する類のものなので、割としっかりと相手が理解できるレベルでシチュエーションの話も理解させた上でちゃんと話をしましょうという、この2つをですね、今日はおすすめのですねコメントとしてお届けできればというふうに思っております。今日ねご質問ありがとうございました。ぜひね、23の方も最近結構見ていただいているというのを聞いておりますので、ぜひまだね、視聴登録というかチャンネル登録してないよという方はバンバン押していただけたらと思うし、友達にね、おもろい関西弁のおもろいかどうか分かりませんけども、はい、まあ役に立ったと思っていただいたら、関西弁のおっちゃんおったでというのでご紹介いただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価、またね、質問いつも皆さんありがとうございます。今日も概要欄下についてると思うので、どんなことでもご質問投げてください。できるだけ拾えるようにしたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。失礼します。